皆様こんにちは。今回は目変わりが始まってる?と思うんですけど、その目変わりで私がおすすめしたいアイテムを紹介していきたいと思います。はい、今回紹介するのは私がずっと気になっていた香水というか、まあ、香りの専門ブランドエイディクトというブランドのものなんですけど、今回お声掛けいただいて使わせていただいてからめちゃくちゃ使っております。で、その中でも、おすすめのアイテムを2つ紹介していきたいと思います。まず1つ目が、これ結構私日常的に使ってるものなんですけど、こちらになります。ソリッドパフュームというものになるんですけれども、これのムスク103番っていうね、もうパッケージからおしゃれ、多分エイディクト知ってる方、韓国好きの方はまあ使ってる方も多いと思うんですけど、とにかくおしゃれでシンプル、本当にこれ香りも、ここのブランドは香りもそうなんですけど、ユニセックスで使えるような、女性男性とか区別せずに誰でも使えるようなシンプルなデザインプラス、香りになっております。で、これがソリッドパフュームというもので、練り香水になっているんですけれども、こんな感じで開けてね、このかわいいおしゃれなピンがついてるので、これのここの丸いところを取るとね、ちょっとこっちから出てきちゃったんだけど、取るとこんな感じで針みたいになってるので、最初これここ開いてないんだよね、開いてなくって、それでプスッと刺して開けるようにします。やばい、出てきてる。で、こんな感じの練り香水で、ま、粘土はそこまでサラサラなわけではないんだけど、垂れる感じではない粘土の感じかな、こんな感じで垂れない感じなので、すごい使いやすくっていろいろ使えます。で、これね、ここ最後使い切りそうになったら、これでくる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 っと歯磨き粉みたいな感じでやると、本当に最後まで綺麗に使い切れるよっていうものになります。結構これさ、つけすぎたんだけど、このムスクっていうのは本当にムスクムスクっていろんな香水の、ラストノートとして入ってることが多いんだけど、結構ムスクが入っていることによってパウダリーなあったかい感じの、香りに変化するんですけど、これはね、もうダイレクトにそれがあります。だからすっごい懐かしい温かみのある香り、落ち着く香りです。これ結構メンズで使ってる方も多い気がします。他の香りで結構ムスク好きな方多いと思うんだけど、で、エイリクトはエタノールを使ってないの。結構ね、韓国では国内初らしいんですけど、後で紹介するこのオーデパルファム、こっちにもエタノールを使ってないから、髪とかの毛先とかにこうちゃちょっとつけることもできます。香水は絶対に髪にはつけないでください。アルコール量が高いからすごく毛が痛みます。だけどエイディクトは、エタノールを使っていないので、優しいからこう毛先にちょちょっとつけることもできるし、あとはこうムスクとか結構シングルノートに近い感じの香水になってるので、いろんな香水と混ぜることもできます。だからこれの上に何かを足すとかってやると、このムスクと何かが足されてオリジナルの香水みたいな、オリジナルの香りみたいな感じでつけることができます。でね、練り香水今結構つけたんですよ、出ちゃったから。だけど練り香水ってすごくオーデパルファムとかとは違って香りの広がりが柔らかいから、そんなにガンガン香る感じではないです。結構今つけてるけど、多分本当に自分ともう一人話すぐらいの方には香るかなっていう感じ。電車乗ってプンプン香りがするみたいな感じにはなりにくいので、韓国でもすごく、ソリッドパフュームは人気らしいです。需要がすごく高いらしいです。はい、そんな感じのムスク、若干ねバニラみたいな、ちょっと甘めだけどフローラルのちょっと爽やかさもあるような感じの絶妙な香りで、だけど本当に私はただすごく温かみを感じる、冬にもつけたい、冬に特につけたくなる香りです。はい、で本当にこうさっき見せた感じで、垂れない感じなので、ベタベタするクリームというかジェル状かなって思いきや、もうまあ馴染んでサラサラなので、ここら辺につけても不快感がなく夏でも使いやすいかなと思います。さあ、この容器わかるかな、このアルミの感じなので、持ち運びに本当に
便利。あの割れる心配とかで、こうキャップがちゃんとギュッて閉まるタイプだから漏れる心配もなくって、持ち運びにすごく便利っていうことで人気です。そして次、こちら、こちらもね、あの箱をちょっと見せたくて箱に入れてるんですけど、すごくおしゃれな感じじゃないですか、色気のある感じでね。こうやこんな感じ、ちょっとオイルと二層式になっているので、よく振ってから使ってください。こんな感じで白濁する感じで使っていきます。これもエタノール使ってないので、すごく優しく使えるんですよ。ただ香りが弱いっていうわけではなくて、うん、これもね、本当にフレッシュなピーチがこうふわって香る感じで、これは春らしい、春夏にすごく使いたい可愛らしい香り、ピュアな香りがします。でこれはね、時間が経つにつれて、このフレッシュなピーチからちょっとウッディーな感じの大人な感じに変わっていく。私そういう二面性がある香り大好きなんですけど、そんな感じで変わっていく香水になっております。このパッケージも本当に使いやすいよね。誰でもこう飾って並べておきたいような感じ、もう韓国らしいデザインの香水になっております。はい、でこれは本当にそのずっと言ってる通りに、エタノール、アルコールが入ってないものなので、香り立ちが本当に柔らかいから、つけたてでも外にすぐ出れるって感じです。結構私が持ってる香水たちっていうか、まあ普通の香水はアルコールがすごく高いから香りが広がりやすい、まあそれもすごく大好きなんだけど、結構つけてすぐ出ると、あの広がりすぎちゃう。なのでバスとか電車とかすぐ乗ると、あ、この人すごい香水つけてるなって思われちゃうんですけど、これはそのアルコールが入ってないから、つけてすぐでも本当に自分とまあ近しい人だけ香るような感じなので、すごく使いやすいし、香水初心者の方とかはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、そうなので、韓国のね CA さんとかも使ってるんだって。めちゃくちゃ使ってるらしいよなんかさりげなく香る感じがすごく、なんか CA さん良くないですか、この感じ。まあ私の感覚として本当に近い人に香るっていう、まあ自分も楽しめて近い人に香るっていう感じだから、そう CA さんにもすごくいいなって思います。とあとオリーブヤングでも1位の香水です。まあこんだけ香りがしっかり、こうなんだろう、単純な香りではないんだけど使いやすくってっていう感じだと、まあそりゃね1位になるだろうなって思う。しかも見た目も本当にシンプルでね、洗練されたデザインなので、これはいいよ、これはいいですよ皆さんでまあこの香水はまあこんだけさ人気、エイディクトって聞いたことある人多いと思うから人気だと思うんだけど、本当にいろんなモデルや芸能人の方、韓国のみならず日本の方もたくさん使ってるらしいです。はい、推しと同じ香水とかね、すごくいいんじゃないかなと思います。私も推しが使ってたら使いたい派です。はいでまあ今そうなんだけど、私最初にムスクを、これのムスクを塗って、その後にこのイートザピーチを重ねたんだけど、そういう使い方もすごくおすすめです。このどちらも単品で使っても本当にいい香りなんだけど、こう混ぜたりとか重ね付けすることによって自分の好きな香りにアレンジすることができるので、まあそれもねエタノールが入ってないからしやすいなと思う。あとはまあそうやって使うようにこう考えられて香り作りをされているので、結構まあ複雑な香り同士の香水を別にブランドを問わず自分の好みでやっていくと、ん？っていう時あるんですよ。なんかこれとこれ合いそうと思って重ね付けしたり、私も結構香水いっぱい持ってるからやるんだけど、最初はあこれ成功って思っても、時間が経ってそれこそウッディが出てきて、ムスクが出てきて、アンバーが出てきて、で後半すごい甘めに変わるものとかで重なった時に、時間が経ってこれ違うわって思うことが多々あるので、こうやってその組み合わせてもいいですよって、最初から考えられている香水香り物を合わせるのがおすすめです。失敗がないです。はい、なので今もね、もう本当にこうピーチのフレッシュ感だけではなく、最初に仕込んだこのムスクとちょっとバニラの甘い温かみのある感じが重なって、これを重ねることによって冬でも使えるピーチに
なってるかなっていう感じ。結構これねフレッシュなピーチな香りがするので、これ単体では私は春夏、まあこれから暖かくなる季節にたくさん使いたいなって思うんだけど、これをちょっと重ねることによって温かみが出て冬のピーチに変化しております。はい。もうほんとそんな感じでいろいろ調香したりとか、まあ調香というかまあいろいろ重ね付けして、あこれは私好きだわって組み合わせを見つけるのもすっごくおすすめなので、この香りだけじゃなくって他の香りもぜひチェックしてみてください。私も他の香りもちょっと目代わりで購入しようかなと思っております。はい。使い方としては結構こう香りがふわっと動くたびに香るので、こういうものはこう足首のところとか結構動くところにつけたりするとすごく香り立ちがいいんですけど、これはさやっぱアルコールをエタノールを使ってない練り香水ということで結構毛先に使ってる方が多いらしい。だからこういうさ根元とか毛先とかにつけといて、こうかき上げた時にふわっと香るみたいな、ふわっと香るっていう感じだから、ちょっとデートの時とかさ、あとこう指先とかにつけておいて手をつないだら相手に香りがつけられるみたいな。香りって本当にこう感覚の中で一番早く脳にたどり着くらしいので、一番早く記憶に残るんですよ。そういう経験ありません？こうあこの香り誰々が使ってたわとか、この香り懐かしいなんだっけとか、でそれをたどっていくと、あ元彼が使ってたとか、あ気になる人が使ってたやつだっていうのが瞬時にこう思い出せるから、脳にダイレクトに記憶に残らせたい場合は香りがやっぱりいいので、これをちょっと手に仕込ませて手をつないでみるとか、ちょっと私も彼とさ今さ11年も付き合ってるから、ちょっとそういうのもやってみたいなと思っております。なのでそういう感じでも使ってみたらいかがでしょうか。気になる方との初デートとかに香水をダイレクトにプンプン香らせるのはちょっとなんか頑張ってる感が出ちゃうかなっていう時は、こういうのをちょっとこう手のひらとかに仕込ませて、でもこれがやっぱりアルコールが強いものだとちょっと荒れやすかったりするので、これは本当におすすめです。はい。こんな感じで今回は、私の目代わりのおすすめ、もう私香水が大好きだっていうのはまあ言いまくってるんですけど、今回は香り物部門になります。もう韓国初のエタノールを使わずに香りを作っているという香り専門のブランドで、もうエイディクトっていうブランドで、もう私も気にはなっていたんだけど、それこそ本当にいろんなさブランドの香水があったりするから、どこからねその韓国のブランド手つけようかなって思ってた時に今回お話をいただいて、もうめちゃくちゃ気に入りました。はい。なのでぜひ目代わりでね 20% オフクーポンが出ると思うのでチェックしてみてください。やっぱ香水ってさちょっとコスメとか韓国のコスメとかよりはちょっと高くなるから、価格帯的にね、だけどからこの目代わりのクーポンでぜひゲットしてほしい。だけどね香水って一回買っちゃうと全然減らないからコスパは最強なの。はい。なので気になってる方はチェックしてみてください。はい。こんな感じでした。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。